皆さんこんにちは今回は新しい経済対策の緊急的な対策として盛り込まれた私たちの生活に身近な雇用や金融の対策について上田勇公明党広報委員長にお話を伺ってまいります上田さんよろししくお願いいたますよろしくお願いいたしますさて私たちの身の回りでも不景気で仕事がなくなった 収入が減ったという声を大き多く聞くようになりました。まず現在の経済状況について教えていただけますでしょうか。はい。私も現場を回っていますと本当に厳しくなってるなっていうのを今実感をしています。工場で働いている人たちからは仕事がなくなっている。また中小企業の経営者からは注文が減った製品が売れない資金繰りも大変なんだ。 まあ本当に悲鳴にいたような声ばかりが聞こえてきています。まあここのところ経済や雇用の動向を示す経済指標もまあ随分と厳しい数字ばかりが並んできています。まあここ数年日本経済を引っ張ってきました輸出関連の産業もまあ世界的な経済危機の中でまあ随分と厳しくなってきていて。 その結果部品を納入をしている中小企業の経営も大変になってきていますもう経営雇用が本当に厳しくなっているっていうのが現実です、はい、仕事が減ったり失業してしまう本当にこれは一番悲惨なことだというふうに思っています何としても食い止めなければいけない そのために今回の経済対策では緊急に取り組むべき対策の柱の一つとして雇用対策を位置づけたところでありますこうした対策が本当に早く実行できるように一生懸命頑張っていきたいというふうに考えています、はい、その雇用対策の中でも特に問題になっている非正規社員の雇用対策なのですが今回の対策のポイントについて教えてください、はいまあ、雇用対策には の大きなポイントがあるというふうに考えています、はいえー、第一には雇用を一生懸命守っている会社事業主に対する支援であってまあ、もう一つがあ働く労働者に対する支援でありますまあ、事業者に対する支援としてはまあ、雇用調整助成金この大幅な拡充を行いますまあ、この制度はあまあ、従業員の 解雇するんじゃなくて、まあ休業という形で雇用を守った場合には、まあその企業に対して、まあ国が助成金を支給するという制度です。まあ今年の2月だけで187万人の雇用の下支えをしました。まあこれが今失業者の増加に対するまあ大きな歯止めになっているんじゃないかというふうに考えています。はい、今回の対策では、まあこれに6000億円の予算を 追加をししてて対応すすることとしています、まあ、それによって、えー、休業手当の助成率を、まあ、大企業では従来の3分の2から4分の3に中小企業については8割から9割に引き上げるということになります、はい、またあの残業を減らして、えー、派遣社員や契約社員 解雇しないで雇い続ける場合には、ま一人当たり最大四十五万円を助成する制度を新設します。はい。では、もう一つの労働者に対する支援について教えてください。あの労働者に対する支援としては、新たに訓練、生活支援給付というのを創設をいたします。今、失業した方の中には。えー 雇用保険の失業手当を受けられている方っていうのは実は2割しかいないというふうに言われています。まあ残りの方はあ派遣とか契約社員でありますので、まあ失業手当を受けるための資格がない。まあその資格っていうのはこう働く期間で決まるんですけれども、その資格をもらう期間働くまでの間に辞めさせられてしまうケースが多いんですね。はい まあ、そういう,う失業給付を受けられない方、まあ、例えばあ非正規労働者や、まあ、失業給付の切れた、まあ、長期間失業している人たち、えーまあ、職業訓練を受けるということが条件になるんですけれども、まあ、その間の生活費を給付するという新しい制度なんです、まあ、生活費はあ10万円から12万円にまた今回、えー、これが雇用対策として、まあ、非常に大きなあ 対策の柱となっています。まあ訓練、えー、生活支援給付まあこれは通称なんですけれども、えー、まあそういう形で新しい失業給付に変わるまあ今まで失業給付を受けられなかった方々に対してもまあ食料訓練と組み合わせでこの新しい給付を実施をすることとしています。はい。また昨年の末には派遣村の様子がたくさんニュース報道されまして。 非正規労働者の方々の住まいがなくなるという問題も明らかになりましたこの点については今回の対策でいかがでしょうか私も派遣村の様子っていうのはテレビで見て、まあ本当に大変だなっていうのを感じました、はい、製造業などで働いている派遣労働者の人たちは、まあ、普段会社の寮とかに住んでいますんで仕事がなくなると同時に住まいもなくなってしまうっていうことになるんですね そこで今回の対策では住宅をなくしたそういう資金を持たない労働者にもつなぎ資金として10万円以内また就職活動を行う間の住宅手当最大で6か月分さらに生活資金融資最大1年間これを支給する対策も行います。さらににままだ他にもありまして えーまあ、長い間あ職につけずに就職が難しい人たちを対象として、まあ、生活支援と就職活動支援この2つを民間企業に委託して行うという制度も行います委託先には民間の寮やあアパートを借り上げてもらって、えー、住まいを失った人もすぐに就職活動ができるようにしていきます、はい、まあそのために月10万円程度の生活費を支援することや また就職活動にはスーツなども必要ですから、まあ、スーツなどの就職活動に必要な費用についても貸し付けたりまた支給する仕組みも行うこととしています、はい、今回の対策は今までにない対策ですねこの対策によって雇用状況が上向いて多くの方の就労につながるよう期待をしていますでは続いて金融面の対策についてお話しくださいはい 今回のこの経済対策の中で景気の底荒れを防ぐという緊急的な対策のもう一つの柱が金融面ででの対策なんです、はいえー、経済活動が活発に行われるためには事業に必要な資金が円滑に供給をされなければいけないそういう金融仲介機能が正常に働くことが重要なんですが今残念ながらそれがうまく回っていないというのが現実なんですね。 えーまあ、そのためにはまずうそれ貸し絞しりなどを行っているような銀行に対しては、まあ、監督官庁が、えー、特別ヒアリングを行ったりまた集中検査を行って貸し絞しりなどを行わないように、えー、まず取り組んでいきたいというふうにその中小企業の資金繰り支援には具体的にどのような対策が盛り込まれたんでしょうか。 中小企業の資金繰りを支援する対策としては貸付とか保証枠、これをまた大幅に拡大いたしますまず緊急保証についてでありますけれどもこれまでの20兆円の枠から30兆円に拡大をします昨年から平成20年度の第一次補正予算第二次補正予算でも枠を拡大をしてきました これまでに46万件10兆円近い新たな保証が実施をされていますまたセーフティーネット貸付の枠についても日本政策金融公行の分を3兆円商工中金の分を2.4兆円を追加して合計15.4兆円に拡大をいたします、はい、思い切って拡大をすることがやっぱり経営者にとって安心につながるものであります でまた、いろいろとこれまでご意見も伺ってきたのでもっと使いやすくしていこうということで、まあ、制度や運用の面でも改善をしていきたいというふうに考えています、はい、まあさらにあの今、景気が一段と厳しくなってきている中で中小企業だけではなくて中,中堅企業大企業でもですね資金繰りがすごく難しくなってきているという話がよく聞いています。 まあ今回はまあそうしたもう本当に日本経済の中核を担っている中堅企業などに対してもです、ねまあ、長期貸付枠8兆円を追加をするとともに、まあ、出資とかそれから債務保証制度これも拡充をして中堅企業などに対しても資金が円滑に供給をされるように対策を導入をいたします。はい 利用率が高いというのは経済状況の厳しさを物語るものですけれども安定した保障があるというのは大変心強いものです,です、ねはい、よろししくお願いします,いますでは一方住宅ローンの借り入れが厳しくなって困るという声も聞かれていますこの点の対策というのはいかがでしょうか私も住宅ローンが借りにくくなっているという話はいろんなところで聞いてるんです まあ、せっかく住宅ローン減税を拡大をして住宅の取得を応援をしようとしても、まあ、ローンが借りられないんでは効果が上がらないじゃないかと、まあ、そこで今回はこの住宅ローンについてもですね、えー、住宅支援機構のフラット35という制度があるんですけれどもこれを頭金の部分も含めてすべてローン全部をその対象にするように。 拡大をして、えー、することにします、はい、まあこれによって住宅ローン随分と借りやすくなるんじゃないかというふうに期待をしていますまたあの所得が急激に減少する中で,です、ね、住宅ローンこれまでに借り入れをした住宅ローンの返済に困ってるっていう話も多いんですね、はい、ですからあ返済条件の見直しとかも含めて、えー、相談体制を強化をしていくような取り組みも行ってまいります、はい、また最近 民間事業者が行っている都市再生などのプロジェクトも。資金調達難のために中心に追い込まれているという話も聞いています。こうした側面からも地域経済にもすでに重大な影響が出始めていることがわかると思うんですが。そうなんですね。あの全国で、えー、駅前の再開発とか。まあ商店街の整備だとか。まあそうした民間主導で、えー、行ってきました。都市再生のプロジェクトが。 経済情勢が急激に悪化したこととかまた資金繰りがすごく難しくなってきたんで途中で止まっちゃってるっていうそうした停滞した事例が数多く出てきてきいますこ,れこうした事業っていうのは都市の生活を快適にするためにすごく重要なものも多く含まれておりますのでまたあの特に地域経済に対する深刻な影響が出てきております。 そこで今回はこうした必要なプロジェクトの事業を継続して行えるようにするために必要な金融支援も行うこととしておりますこれによって地域経済に活性化するために大いに役立つんではないかというふうに思っておりますはい私たちの暮らしに本当に密接に関わる今回の雇用金融の対策の一日も早い実行実現をお願いしたいと思います もうこれらの対策、今日お話をさせていただきました対策以外にもいろんな分野の対策が入ってるんですけどもこれらを実行に移すために今年度の補正予算も27日に提出をいたしますこの補正予算と関連法案一日も早く成立をさせてその中に盛り込まれていますこうした危機対策を迅速確実に実行に移していくために一生懸命頑張ってまいりますよろしくお願いいたします 今回は新経済対策に盛り込まれた雇用金融対策について上田公明党広報委員長にお話を伺いました上田さんありがとうございましたどうもありがとうございました